皆さんこんにちは、リコです。配信されたニュースで気になる記事をピックアップしました。それでは詳しく見ていきましょう。政府は物価高対策に総額2兆円を超える支出をする方針を固めました。低所得者世帯への給付金や LP ガスへの支援などが柱です。政府関係者によりますと、物価高対策には今年度の予算の予備費からおよそ2兆円を支出する方針です。このうち1兆2000億円は自治体の判断で使い道を決められる地方創生臨時交付金です。7000億円は LP ガス、プロパンガスなどの負担軽減に使えるようにします。5000億円は低所得世帯への一律3万円給付に充てるとのことです。なお、給付金については自治体の判断で給付額を減らして対象世帯を広げることも認める方向とのこと。また低所得者世帯への3万円給付とは別に、低所得の子育て世帯に子ども1人当たり5万円を給付する方針です。政府はこれらの対策を22日にも物価・賃金・生活総合対策本部で決定する方針としています。動向に注視していきましょう。ここまで本日のピックアップニュースをお伝えしてまいりました。低所得者世帯への給付金が濃厚になってきましたね。22日にも決定する方向とのことですので、このままいい方向へ向かうよう情報を追っていきたいと思います。それでは簡単にはなりますが、今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。